つぶらな瞳にツヤツヤの毛並みなど、猫は愛くるしさで人々を魅了します。一方、糞尿や凄まじい繁殖力は地域の課題であり、愛媛では殺処分数が多いことも長年の社会問題となっています。西条市で猫の愛護活動を行っている団体、デイジー西条の取り組みについて、取材した西条市局の森岡武武記者に聞きます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 まず愛媛では猫の殺処分数が多いということですがどのような現状でしょうかはい県内の市と町の窓口には様々な事情で飼えなくなるなどした猫が届けられますそうした猫は松山市では市の施設それ以外の市と町では県動物愛護センターに送られますセンターでは病気や怪我がなく人に慣れている猫であれば新たな飼い主である里親への譲渡の対象となりますが そうでない個体は殺処分されます人懐っこい個体もいれば攻撃性が強い個体もいます時間をかければどんな猫でも人に慣れさせることはできるはずですが次々と新たな猫が収容される中限られた職員やスペース予算を一匹に当て続けることはできず殺処分せざるを得ないのが現状ですはい今回取材した団体デイジー・サイジョーは殺処分ゼロを目指して活動されているんですよね はいデイジー西条は県動物愛護センターで譲渡対象にならず殺処分までの時間切れが迫った猫を譲渡仲介者として預かりますそしてイベントを開催したりインスタグラムで発信したりして独自に新たな里親を探す取り組みをしています2022年2月から今年2月までの2年間でセンターから12匹を引き取り 5匹を新たな家族につなげましたはいこうした取り組みもあり殺処分数は減っているんでしょうかはい県動物愛護センターも責任を持って適切にペットを飼うよう啓発などを行っておりこうした官民の努力によって猫の殺処分数は順調に減っています松山支部を除いた数ですが2006年度は3765匹でしたが2022年度には 10分の1以下となる273匹まで減りましたはい、それでは猫の問題は解決に向かっているということでしょうかそうとも言い切れません県動物愛護センターの職員は殺処分数の減少について市や町が飼い主のいない猫の引き取りを拒否できるようになった改正動物愛護法の施行も影響していると見ています法律によってセンターへの収容数は減りましたが 結果として地域に飼い主のいない猫が溢れ繁殖や糞尿が問題になっているのが現状だと分析していましたはい西条市内でもそういった問題は起きているんでしょうかはい市内のある住民は野良猫に餌をやって可愛がり飼い猫にしていった結果数が多くなりすぎて適切に飼えない飼育崩壊状態に陥っていましたまた市内の繁華街では 猫が数十匹住みついており、猫好きは餌をやるなどして可愛がっていましたが、猫が嫌いな人もいて、毒団子がまかれるとの噂が流れるなど、猫をめぐって地域が分断しかねない状態になっていたようです。はい。どのように解決すればいいんでしょうか。はい。猫は反則力が凄まじく、環境省によると、計算上は1匹のメス猫から3年後には2000匹以上に増えるとされています。 エイジー西上の代表椿さんはかわいそうだからと手術をせずに餌を与えれば猫は無秩序に増えていくそして鳴き声や餌のごみ糞尿などで害獣として扱われかねないそういうことを鑑みれば不妊・虚勢手術は必要だとの考えに基づき活動に賛同するボランティアらと連携して野良猫を捕獲し繁殖しないよう不妊・虚勢手術を行う手助けをしています。はい 特に虚勢手術が重要なんですねはいただ手術をすれば十分とは言えません手術をしただけでは餌のゴミや糞尿の問題は解決せず猫が害獣と扱われるリスクはつきまとうのです市役所にほど近い西条市明屋敷のお堀周辺には手術済みの猫5匹が住みついています餌をやる住民が複数いる一方 デイジー西条と連携したボランティアがほぼ毎日現場を訪れ、餌のゴミの掃除や見守りを行っています。手術清掃見守りがセットになって、ようやく理想的な地域猫活動と言えると思います。県内各地で市や町などの補助を活用した飼い主のいない猫への不妊去勢手術が進んでいますが、猫との共生のためには？ 手術後にも地道な活動を続ける人の存在が重要だと思いますはい。そうした人材の確保も含め猫の問題の解決は簡単ではないですねはいだからこそデイジー西場や自治体は理解者・協力者を増やしていくための啓発活動に力を入れていますかわいそうだから不妊・去勢手術はしないよかれと思って野良猫に餌をあげるこうした善意からの行為が 猫と地域にとってよからぬ結果を招く可能性があるということを一人一人が考えなければならないと思いますはいこうした猫をめぐる問題の現状を認識し自分たちに何ができるか考えていくことが大切ですね今回のワンポイント解説は西条市の愛護団体の活動を通して猫との共生の在り方について考えました。 解説は西条支局の森岡武武記者でした。ありがとうございました。ありがとうございました。